文化放送から生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはゲストコーナー今週のすごい人本日のゲストはパーソナルスタイリストの下鳥真希子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますでは下鳥さんのプロフィールの紹介島田さんお願いしますはい下鳥さんは日本航空国際線の客室乗務員として10年間勤務その間に海外でパーソナルショッパーの仕事に出会いスタイリストに転向うん パーソナルスタイリストとしてコーディネートだけにとどまらずお客様の自宅のクローゼットチェックからショッピングや美容院同行まで人生に寄り添うトータルプロデュースを行っていらっしゃいますこれまで17年間で人生を変えてきた顧客の数はおよそ3万人バンタンデザイン研究所での更新の指導や洋服のデザインもされています品格がありこう大事にする大人の女性のスタイリングに定評があり テレビや雑誌などでも活躍されています。うん、そして今回お書きになった本「似合う服だけ着ていたい」幸せを呼ぶ名刺服の見つけ方」を発売されました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうあのプロフィールでもあのご紹介しましたけども、はい、このパーソナルスタイリストという、はい、こう普段やられてるお仕事の内容、はい、ちょっと教えていただいてもいいですか。スタイリストのまあ一般人バージョンというか、うん、はい。であの普通に予約をいただいて。 まあ普段のお洋服というか、うん、で、まあ、その方が結局テレビに出られたりしたらそのお洋服もやるっていう感じでその服にまつわることは全部。 こちらでやらせてもらってるっていう感じですかね<ー>はいど。どういった方が多いんですかファッションにやっぱ悩んでる人の方が多いんですかそうですね私がやり始めた頃はコンプレックスとかがある方とか結構いらしたんですけど今はやっぱりそれを武器にして仕事をしていこうっていう方が増えたので、うん、昔は本当に九一ぐらいで女性だったんですけど、うん、今もう半分くらいに男性が なってきて、もういわゆるその戦闘服じゃないけど、あのそういう気持ちで選ぶ。もう人に選んでもらおうっていう。で、そこはそこでも端折って、自分のやりたいこと、自分がやらなきゃいけないこと、をしっかりやろうっていう方たちが。なるほど。できました。はい。そっか。だから、そこのストレスみたいなの、私一回背負いますわってことですね。あ、そうです、そうです、そうです。で、あなた、あなたの、今、その好きな時間に使ってくれと。そうです。合鍵持ってる人とかもいますし。へえ、え、じゃ。 クローゼット行って洋服を全部買えちゃうみたいなんですかそ,ですそれとあとなんか例えばここから1週間出張に行かなきゃいけないから準備しておいて,ておかんかと思うんですけど <laughs> スーツケース全部準備してあげたりとかそれはだから仕事の内容とか聞いて、はい、ああこういう、まあ、公演があるんだとか、はい、そう公演とか受賞式とかって、うん、なると、まあ、こういうの準備しておいてくださいみたいな写真撮ってコーディネート作っといて、うん、これをこの日に来てくださいみたいなうわもうだからめっちゃ楽になるの うん、いわゆる、まあ、洋服バージョンといったらですけどそういったのもとても増えてきたかなその時の,そのヘアスタイリングとかは、はい、こんな髪型にしてみたいなのも全部画像も送ってすげア淳さんとかの画像送っていや顔が違うしとか突っ込まれるんですけど。<laughs> <laughs> 例としてみたいなことですか例えばこんな髪型こんな髪型こんなことししたりてますなるほどねでもそれはそなちゃん何かねもう面倒くさいと思ってる人からしたらありがたいですよねとにかくやっといてってんだから急にスタイル変えた時にいや髪型これ全然合わないなみたいなのもだから美容院同行してくれて合わせてくれるってことですもんね。 だ男性でも女性でもってことなんで島、うん、田さんもねすごいさまよって毎回なんか <laughs> あこれいいなと思ってパッて買うんですけど <laughs>、はい、合わせるものがなくて、うん、着たいけど着れないみたいなやつとから。<ー> <laughs> 使わないでね。すうん、眠り眠ったままの服とかありますよね。うん、ありますね。でそんな服後輩にあげる時、なんか自分が使った服だったらポンとあげられるんだけどこれまだ着てないのにな。まあでも着ることないしなってあげる時きなんかモヤモヤするのがありますけど、ね。うん、<laughs> いやでもそれ買い物の失敗です。よね。そうですよね。失敗してます。そうだからクローゼット何があるかわかんないまま買ってるってことですよね。はいうん、あと重いなんか黒のパンツって言ってもその 同じものを考ええてるとと思えないというか、うん、素材とかも合うかどうかもわからないので、うん、やっぱり写真を持ってくとかなんか iPad の中に全部クローゼットの中身を<ー>例えば写真置いとくとかそうすると「うん、あ素材感合うな」とか「フォルム合うな」とか<ー>まあめんどくさいいですけどねいやだから俺人生の中で洋服屋さんに行く時間がマジで<ー>いやファッションがまだ自分がこう頑張れてる時は 行って楽しい買い物の時間だったのが、これ、うんうん、なんかもう義務だなみたいな。はい、なんか、週に二三回洋服買いに行ってて、なんか、ストレスと思って。もう同じ服しか着ないって決めたんですよ。スティーブジョブスがそうだった。<laughs> はい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 。書きました。それも私も。あ書,き書きました。書きました。書きました。で、その時間をストレスかかってる部分、はい、私が担いますってことでしょ。はい、要は、淳さんとかであれば、もう淳さんのキャラが立ってるので、うん、まあ。 何でもいいわけじゃないですか変変な話言うとそこまでそのここに対して服でしなくていいもうこのお顔があるんでって言ってでそうじゃない方の場合って言うと言い方があれなんですけどっていう時はまあこちら首から下を作ってあげないとやっぱりこう印象的に見せるってことなんで私服のスタイリングの時は服コーディネート作っちゃってそこに入ってもらおうと思ってるんですよねなんかこういう感じにしたいので頑張ってくださいみたいな感じでご本人が入っていただくそうすると まあコスプレっぽくもあるんですけど、うん、なんか気持ちがもうそうなっちゃう。私もっとまあジャルにいたりしたので、そうするとその制服着るとまあそういう。 気分というかもうならざるを得ないじゃないですか。この人って一年目とか十年目で関係なくプロだよね。コスプレ感覚ってね。すごい。さあ今日はこの後ファッションの話を伺っていきたいと思いますけど、リクエストよく参りたいと思います。何にしましょうか。はい。何でしたっけ。えっとサザン。サザン。喋りすぎました。はい。サザンオールスターズの心を込めて花束をです。これ選んだ理由は。 はい私あの実は制服のデザインもしてまして、うんえっと、初めて制服デザインしたの6年前なんですけどその子たちが中学校、うん、高校卒業する今回卒業式初めての卒業式なんですよ。<ら>なんで,よ<う>んでちょっとこれまあ卒業とかいろんなね結婚とかいろいろあるかもしれないですけどちょっと心を込めて花束をっていうので。はい、いい流れお聞きください。 f m 九一六 a m 一一三四ラジコでも聞けます文化放送田村敦史のニュースクラブゲスト、パーソナルスタイリストの下取真希子さんとお送りしておりますはいメールを紹介します千葉市のきょんちゃんさんです三十歳の女性の方です下取さんこれまでたくさんのお客様のクローゼットを見てきたと思うんですが印象に残っているクローゼットはありますか、うん、他人のクローゼットに興味がありますはい、たくさんあります、うん、はい、えっとですね 9時ぐらいに朝9時ぐらいにご自宅に行ったんですけども終わったの11時ぐらいだったとクローゼットチェックがであの最初に行ったお部屋だけだと思っていたら他にも4部屋ぐらいありまして「霜鳥さんまだあるの?」って言われて「えあ最初に行ってください」みたいな。<laughs> <laughs> もう泣きそうになりながら全ての、まあ、その方は若干ちょっと買い物依存に近いかなとなるほど、ね、もうとにかく買いたい、はい、いいのがあったら買ったら終わっちゃうので、うん、全部タグとかついてるんですよへえ着、ー、てもいない、うん、どうしますかみたいな話になってそこでまあ売ったりなんだり大事な人に差し上げたりして、うん、もうとにかく一箇所に全部をやったというのがもうとにかく時間かかってじゃあ部屋が余ったってことですか余りました 高級住宅街だったんですけどもすごい贅沢なねでもぜいただけど洋服の使い方としてはもったいないですよねだからやっぱり怒りがこみ上げてくるんですよねなんで着ないだこんないい服をってなのでやっぱり到しますよねだから私も結構しっかりしなきゃいけなくてその方もやっぱり年上の方でいらしたのでどうやってアナウンスするかねそうなんです結構難しいですお願いいたします 田村のニュースクラブ今週のすごい人今日はゲストにパーソナルスタイリストの下鳥真希子さんをお迎えしておりますここからはお書きになった本似合う服だけ着ていたい幸せをよる名刺服の見つけ方についてお話し聞いていきたいと思います、はい、この本はこれまで17年間で3万人の人生を変えたパーソナルスタイリスト下鳥真希子さんの「週刊文春」での連載コラムをまとめた一冊です。 ももとと CA をなさってたってことなんですけど、はい、そこからパーソナルスタイリストには何きっかけで転校されたんですか なんか元々やっぱり服もやりたかったので、あの人生の中で全部の職業やりたいなってあの欲張りな。い。や僕は好きです。本当ですか？なんか一つのこと追求しないと怒る風潮あるじゃないですか。だけどなんかいろんなのやりたい人っているじゃないですか。僕もなんかバンドとかやったすごい。やられてますもんねいろいろ。今もビジュアル系バンドやってるんですけど、吉本のうぜい先輩なんかすげえ言われるんですよ。うぜうん。俺の人生だろうみたいなね。でもそういうことですね。い。ろんな職業やって。 たたいいっていう中でファッションのことをやりたかまあ JAL にいた時は要は24歳までしか当時受けられなかったんで大学生ですぐまず受けますよね。うん、でそこで10年全うして、うん、でその後次何やろうかなっていってもう服やりたかったので転校したっていうその時にはもうそのパーソナルスタイリストっていうのをやろうって考えてたんですか なんかそういう人が海外でいることが分かって、うわ、うん、いいなと思ったんですよね。うんうん、なんかその接客もちゃんと使えて、これまでの、うん、で。さらにそのスタイリストっていう自分の好きなこともできる。うん なんかもうそんな抱き合わせってあんのかと思って、はい、びっくりして。今までの知識経験を捨てなくてもいいってなったから。そうなんです。プラスアルファで。そしたら私強みかもってちょっと思っちゃったんですよね。で、そういう方がいたんでちょんちょんってやって、すみませんそれその職業何っつったら、まあコミュ力高そうですよね。気になったら聞きに行くみたいなことでしょ。その靴どこのとか結構聞いちゃうんですけど。えその方に聞いたらパーソナルショッパーって言うんだよって言われて、その方はそのビルの中にファッションビル の中で全部お買い回りをする方だったんですよは、えー、何でも例えばリビングでも、うん、食料品でもその方のライフスタイル全般をその人が担ってるんですよ。え<ー>めっちゃ素敵と思って、うん、でそれやりたくて、まあ、検索したらにパーソナルスタイリストっていうのが出てきて、うん、あ似てる職業かもと思って、うん、あの師匠のところに弟子入りして。 あじゃあそこでいろいろとそのファッションのこととかを学んででいくんですかそうですやっぱりさすがに好きと、ねうん、プロは違うので、うん、もちろん勉強しなきゃと思って当時だから妊娠結構後期だったんですけどすごいタイミングでも逆にそのぐらいしか勉強するタイミングってないなと思ったんですよ。うん、あ今時間あるわ結構ちゃかちゃか生きてる人生なので、うん、あのそこしかあのじっとしてるとこがなかったので。うん <laughs> 今だと思ってでそのとこ行ったんですけど面接があって、うん、まあその時にあのここお腹大きいのバレちゃうと困るんで、うん、ふわーっとしたマツコさんみたいに来ててであのちゃんとそれで受かって、うん、であの出してきましたって言ったらいや出してきましたじゃないからっていう。<laughs> 出産だからだってね入学前にというかその入社前に、うん、あの出産をして、はい、ちゃんとそこからこう。 らこう,こう子育てしながら勉強、はい、師匠からいろいろ学ぶみたいな学んで,で百貨店とかにリサーチとかも行くじゃないですか<ー>そういう時もベテランの販売員さんの方が見とくから、うん、赤ちゃん。 行ってらっしゃいとか。あら。皆さん優しくって。そっか。やっぱりほら赤ちゃんいると可愛いじゃないですか。だも私も武器みたいに使って。見といてくれるだろうみたいな。そういいですかみたいな感じで。でそうすると本当にベビーカー置かせてもらって、まあねいいかどうかは別としてですけども、まあすごい優しい方がたくさんいて、で抱っこしていただきたりしながら、私はちょっとその間にピャーと回って、あの次のお客様のリサーチをするとかっていうのをやってたりしました。はい。はい。じゃそ。 そこが修行期間なんですね。で,すねはい、で、そこから一人立ちなんですか。はい。そうですね。そこ、どのぐらいの期間なんですか、はい。えっと、まあ、なかなかやっぱり出にくい状況でもあったので、うん、ま右腕みたいになった時期があったので、その会社の中で。うんうん、なので、丸七年はいまして。うん でそこからえっと小学生に上がるタイミングであのそうかゼロ歳からゼロ歳七七歳になってあのおはじきとか作りながら法人登記をしていつもなんかねこう一緒にしちゃう癖があるんですよなんかその時の方がもうアドレナリンが出るっていうかそうか小学校上がるっていうそのぐっとライフスタイルが変わるタイミングでいろいろとアクセルまた踏むそう 人時しちゃえみたいな。はえー、であの自分の会社をそこで立ち上げて、うん、で今は、まあ、スタッフと一緒に頑張っている感じ、ねうん、なるほどね。で,ね、はい、で今この本、はいあの「幸せを呼ぶ名刺服」の見つけ方ってことですけども本のタイトルになってるこの名刺服こう自分の。 こう名刺代わりになるような洋服という解釈でいいんですか、ねはい、そうですそうです。もう名刺を皆さん持ち歩いてるのと同じで、うん、まあ私はこういう感じですよと。多分皆さん私がこのブースに入らせてもらった時に、うん、なんだこいつと思ったかもしれないですけど。そうです。なんか変な威圧感は。威圧感ありますか。威圧感というかなんか消してきたつもりだったマ。マントじゃないけど <laughs> ふわーってしてるね。マントみたいになってるけどあれ前もその素材感みたいなね。まあなんかそうですね。でもそういう風に。 あの多分先入観は持たれると思うんですよねこういう人かもしれない、うん、でそれがいい方に作用する時も絶対あるはずなので、うん、この人明るそうとかうん なんか、こう、ね、変なこと言っても、なんか救ってくれそうとか、なんかそういうのって、やっぱりここでできるなと思うので。個性爆発してるなっていうのは、もうすぐわかりました。個性の塊きたっていう。だから、私が例えば、スーツとかできたら、どこまでいじっていいかって、ちょっとわかりづらいじゃないですか。なんで、最初から、もう、こういう感じでいけば。いじってやってことなんですね。いじってって。すぐいじってました。俺の先にすなちゃんがいじってましたよね。なんですか、この服って。いきなりにしちゃ、すごい。質問 <laughs> まだ関係性もできてない,ん、ね、<laughs> ないのにねでも踏み込むでも何かそういうことってことすうのはそうです,そうですはいが早いじゃないですか、うん、こうやって喋れたらいろんな理解ができることもありますけど喋、うん、れないシチュエーションもいっぱいあるじゃないですか。なると まあ見た感じで、下もさんお願いしたいなって思うと、まあこういう感じ、だから大丈夫かなとか。そういうあの判断基準に。やっぱね、そう、なんていうんですか、ピアスにした、なんか。重くないですか。形の下ぐらいまで来てますよね、チェーンがね。何かを探してるかもしれない。ここに到達するまでに、洋服のそのインパクトがやっぱ、大きいから、ようやく。 耳を見る余裕が出たって感じでもそれぐらい島田さんやっぱいきなりね洋服で印象付けできるっていうのがもう島田さんがまさにやってますもんね。<laughs> いいです たくさん着てますね。金髪一本結び、長いピアス、そして。なんとも言い難い、見たもなみたいな。スタイルですか。は長いな、結構。デザインが、なんか。アイロンもあるし、ニットもあるしみたいな。はい、はこんな感じでね。なんか、バントみたいだけど、パーカーもついてる。そして、全然、なんか、あの、ね、あの、寒い暑いには。 て対応できない<笑><笑>あでも素敵大好きな大好きな服なんですけど、うん、でもそのそれも私もその日本航空に行って、うん、その時って要はジャルの制服着て黒髪になったわけじゃないですか、うん、で今金髪でこういう服を着てて好きな服を着ててでもそれって同じ人間なのに、うん、全然違う見え方だと思うんですよ、うん、確かにねでそれを結構私目の当たりにしてしまったんですよね、うん、なんか例えばこれで地方とかにトークショーとか行かしてもらうとやっぱり皆さんの目が若干 感厳しいというか、<laughs> か大丈夫かしらみたいな。最初怪異的な目で、はいはい、そうですね。うん、だけど喋り出したらまあ安心してくださるんですけど、だから言葉遣いを気をつけたり、うん、やっぱりこうきちんとした人間であるということをこう伝えなきゃいけなかったり、結構ハードルがしっかりあって、うん、でも JAL の場合はやっぱりあの制服着てて日本航空ですって言ったらもういろんなことが、ねうん、大丈夫になっちゃうんですよね。うん、だからすごい守られてたっていうのもあるし、で逆に考えるとそういうふうに服で 変わるんだなと思うと今大変な人は服を変えちゃえばもしかしたら人生が好転するで自分の好きな友達が来たり自分のいい場所に連れていってもらえたり例えば婚活してるよみたいな格好してるんだったらんかそういうのって言いにくいじゃないですかいい人いるよとか言いづらいけど婚活してますっていう格好だったらなんかいい人いるんだよちょうどとかっていいお話もいただけるかもしれないし。 もうい、行きやすくするための。あ,<ー>あ、すみません。これ、石英時代の。下鳥さん。全然違うな。<laughs> すいません。同じ人そうだ。ありましたねあら。ありがとうございます。はい。同じ人ですね。確かに。ちょっと肉とかもついちゃいましたけど。の <laughs> うん、このぐらい。はい、でも制服が持ってる、これは力でもあるわけ。ですよね。ねうん、はい。だから、もうベースが決まってるわけですよね。こういう人であろうと。うん なので、やっぱりこう、な、いろいろ許される部分もあったんですけど、こうなってくると結構自分がきちんとしてないと、うんうん。でもそのギャップ論も使えますよね。あ、そうです、そうです、そうなんです、そうなんです。だから、あ、喋ってみたら、すっごいきち、カチッとしてる人なんだってなると。はいはい、ギャップで、人間の魅力が出てきて、引き込まれるみたいな、ねはいはい。そうそう、ちょっと悪い人が、子猫ちゃんをこう、うん、あの捨て猫拾ってるみたいな、うん、感じの、うん、あの、なんか良さが。出るのかなと思って。あります でなるとそれをプロがやって差し上げればあのとても楽かなとあのい,いろんな一般の方が、ね、今行きづらい方が、うん、それであの自分の行きたいところに行って頂ければ、うん、ちょっと間違えてる場所かもしれないし、うん、っていうのであのそういうスタイリングを。そのの一人の人間をここの,人の名名刺刺服服をを一人人人間こは これだって探るためにはやっぱりインタビューいっぱいしないといけないと、ね、思うんですけど、はい、ど,どんな感じですかすなちゃんだったらどんなことを聞いていくんですか,か職業を聞くとかそういうことですかそれもまあ一番ベースでありますし、うん、あとはなりたい方向性ですとか<ー>本当はいろんなことを今の状況とかを全部無視してどうなりたいですかとか<ー>そういうことを聞いたりしますね<ー>そうすると結構いろなんかえみたいな答えが出てきたりとか <laughs>、うん、そんなこと考えてたんですかとか <laughs>、うん でそれをまあうまく私の方で落とし込んでスタイリングをしていくみたいな感じですねだから人によって思いもよらぬそ,そのオーダーが来たりするってことですか、はいはい、なんか無理とこうね向いてみたらとんでもない回答が来るとかっていうこともあるので、うん、その時にはその人に寄り添っていくんですかそれともいやいやそれやりたいかもしれないけどこっちの方がいいですよって持っていくんですか服の作りその時によりますかね<ー>はい。それががあまりにも無謀だったらブレーキも踏むし まあそうですねなんかブレーキ踏みつつでも一番の落としどころを、うんはい、本人も満足で周りの人も満足っていうところをあの決めるそっか<で>でも大変だなそうでもそれは多分一人でやるとすごいしんどいので、うん、第三者がやった方が結構いいんですよ。うん、なので大変だけど多分任せちゃった方が 割と砂ちゃん一回こうや、ね、ってもだって迷ってる風なんですね <laughs> 冒頭ちょっとちらっと聞きましたけど <laughs>、はい、なんかいろいろしちゃかめっちゃかなことをおっしゃってたんで会社のこうがんじがらめの感じのこう黒子感を今こう表したもんですけどだからなんかネガティブな黒なんですけど俺はもう黒がいいっていうので。して <laughs> ネガティブでもないですけど、無難な苦労ですね。でも、ね、でも横綱、今、お隣なんですけど、拝見してると。肌つやが、すごいじゃないですか。そうなんですか。肌つや、すごくないですか。あ,あ,うんうん、あの、油ぎ, <laughs> <laughs> ぎっしゅ。油ぎっしゅ。まずいね。ちょっと、朝早いですか。<laughs> どういう。なんか、そこを活かしたいなって。 そういうなんですか男男しいみたいな。というかなんかテカテカな感じを。テカテカを活かせる服ってあるんですか？ありますあります。黒だとそのテカテカが目立っちゃうってことですか？えっとそこと相反しちゃうので、違うの着せたいなって今欲が。相反しちゃう。そうそう。あの殺しちゃうというかね、そのテカテカを少しこう下げてしまうので。なるほど。どうやったらこのテカテカが簡単に活きるんですか？ そういう色がテカテカがあの生える色があるので、あるんですか黒以外を着られた方がいいかない <laughs> <laughs> すいません。俺はちょっと好んで黒着てるんですけど、うん、俺は黒が似合う感じになってるんですか？ にえっと厳密に言うと似合いにくい方ではあるんですけどでもあのキャラクターで押し通しているというかはい全然何色が合うイメージですいつもお召しになってるようななんか深緑とかブラウン系とかは比較的お似合いだと思いますそうなんだ俺スタイリストさんがそれ持ってくると俺嫌なんだよこの色返してましただからスタイリストさんいいと思って持ってきてくれてたんですねあとなんかアッシュ系にされてる時とかもすごくはい お似合いなのでな、まあ、ちょっとこういぶした感じの色味とかはすごいお似合い<ー>いぶした感じの色味、はい、嬉しいなんか見てもらえるのが島田さんどうですか <laughs> <laughs> 野さんで美人でやってるからねやることない感じしますけど何でも好きなの着なさいよって感でもなんかせっかくあの肌ツヤがあの肌ツヤセットのお二人なので肌ツヤツヤしてはいツヤツヤなのでツヤツヤしたものを着ていただくとやっぱり首から首から下をある程度セットにしていただくとやっぱり綺麗なんでそうなんだツヤが自分にあるかいなか淳さんはだからマットな方なんで下をマットにした方が綺麗と はい。ああ、そっか今の話だけでもなんか服選びがね、間違ってんだなって感じ。楽しくね着ていただける。今後はもう顔のテカテカしてる長所だと思って、私も生きてテカリを生かしてよ。ね、ちょっとテカリに合う色を探します。で、ちょっとあのオープニングで言ったんですけど、この実はまあ無難ではないこの黒い服を美しく着るコツとはこれ聞きたい。あ、でも。 ちょっと今の話に近くてですねそのツヤ黒とマットの黒をどっち着るかっていう話になっちゃうので、うん、やっぱりそのお二人に関してはどっちかというとツヤ感を生かしていただきたいツヤのある黒を島田さんとすなちゃんは着た方がいいやっぱりお顔にツヤがあって、うん、で はやっぱり少し今みたいなちょっとこうマットな生地感とかテカテカにならないものを多分サテンとかお召しになると急になんか面白くなっちゃうかもしれないしちょっと反発しちゃうんですね俺そうですねだから装感が急に出てくると思うんですけどなのでちょっとくすんでいたり落ち着いた素材感とかの方が映えるっていうのはありますあとほら多分メガネのフレンもそうですけど若干マットですよねテカテカではない。 そっちの方がお肌にはやっぱ合ってるので、えー、けだから苦手な例えば苦手な方ですよ黒のっていう方の場合でもそのツヤとマットだけ合わせていただくとずいぶんマシになってくるっていう<ー>確かに砂ちゃん、うん、テッカテカのメガネの方が似合う, <laughs> そう言われてみたらなんか漫才師さんみたいなジャケットとか着たら似合いそうじゃないですか、うん、似合う似合う <laughs> テッカテカのメガネの方がいい。超ネクタイ、ね。超ネクタイ。テッカテカのね。テッカテカのね。うん。ああ、はい、面白いね。そういうのがあったりはしますね。なんであの苦手っていう色でも、うん、まあある程度そのツヤマットで随分寄せられるかなっていうのはあります。このツヤがあるかマットがあるか自分で鏡見てそのなんていうんですかこう。 つ、艶感があるってどう判断すればいいですか。そうですやっぱり艶っていうのはサテンとか、うん、あのシルクとかね、そういう素材としても目に見えて感がある。つやかっていうかね。はい。うん、で、ツイードとかっていうのは艶感がないわけですよね。うんうん、だから、そういう素材の時は。あのマットの人が似合うよっていう感じで、うん、まあ、おっしゃっていただいたように、そのそれを写真に撮っていただくとわかりやすいんですけど。うん、できれば、鏡に映った自分を撮るって感じですね。 はあ、直接撮るんじゃなくて、はい、そうじゃないと客観視が結構できなくて、はあ、なんか愛情がどこまででも残っちゃうんですよねじ自撮りまいかだとみたいな「うんうん、似合ってるか」みたいな「<laughs> 高かったし」みたいなうん、うん、<laughs> でもやっぱりその鏡に映ったご自身を撮っていただくと、うん、人に対してちゃちゃ入れるぐらいの感じにできるので急に。な,るほどなんでそれを見るといやさすがに。 好きだけどちょっっととと違ううかかなと思ってやめよもちろん許可は必要ですけどす撮,撮影する時とか。うん、だけどそういうのもやっぱり自撮りをするんじゃなくて自分が写ってるものを撮るっていう方が客観視はできるかなと。であと気になるのが同じ服着てるんですけど「うん、うわこの人かっこいい」とか「うん、うわこの人そうでもない」みたいなっていうかこう抜け感 <laughs> んんなこなれ感みたいなあ俺の正体があると。 はい、はいえー、<laughs> すごいこと書いてますね私いやいやでも知りたいですよねあのですねあのぜひ販売員の方を介してお洋服を面倒い,いかもしれないそういうの苦手っていう方もいらっしゃるんですけど買っていただきたいなと思ってて、うん、そこで初めてこなれとか出てくるんですよねあの試着室から出てきて、うん、ある程度やっぱりこうスタイリングをしてもらう必要があってあ<ー>例えば やっぱ一時期ジャケットとかって肩を抜いて着るスタイリングってありましたよね、うん、ああいうのもご自身で着ちゃうとそのままツンってあのギュッと前に引っ張ってね、はい、だからなんか似合わない気がしちゃうんですよね、うん、今時の雑誌で見ているコーディネートと全然違うと、うん、同じもの着てるのに、うん、でそれがいや抜くんですよみたいな作業だけで、うん、もう0点数秒であ雑誌みたいとか、うん、そういうふうになるので<ー>そこはちょっと いやかなっていう方もいらっしゃるかもですけどなんとかそのプロを入れてもらって、うん、例えばしゃべりながら「ああですよね」とか言いながらこうこうまくってもらったりあの袖をまくってもらったりとかそれからきれいにこうブラウジングあのブラウスをこうインしてもらったりですとか、うん、そういうバランスとかをその一般の方だとできにくい場合に、うん、やっぱり販売員さんとかスタイリストさんっていうのは。 そう綺麗にしてくださるので、うん、やっぱ着付けっていう業務が結構大事かなと。なるほどね。ねほんのちょっとした角度とか、うんはい、ちょっとしたそのめくり方で変わってくるから、はい、確かにそう,ですそうだ,だから本人が来て。うん なんで俺はやもったいんだろうみたいなところっていうのは大体それなんですよね <laughs> <ん>本人がダメなんじゃなくて着付けっっっててていいいうう業務が終わってないっていうそうですよねただでさえ不安なやつが試着室入ってその不安な状態のやつのジャッジなんて不安に決まってますのジ,ャッジ？<laughs> 見てもらわないとっていうそうそうであの着付けてもらうっていうことが大事なんですよね今はこう出に向きますよとか。 今はこのベルトを合わせてますよとか、うん、そういうのをやっぱりやってもらわないとなんか今どき感が出にくくってじゃあいっかなとか何、うん、かやっぱり俺って何着てもやぼったいかなとかってなっちゃって、うん、なんかもったいない買うううチチャャンンスをせっっかくチャレンジしししようと思てて逃してしまうなるほどねなんでちょっと販売員さんとかスタイリストさんとかはやっぱりあとそのセンスのいいお友達とかに着付けてもらうっていうのは結構。 大事かな、だから着付けはすごい大事だと思ってます。なるほどね。そこだ、抜け感、はい、こなれ感ね。はい。うん。あとはこの、年を重ねても、うん、ジーンズをかっこよく。履きこなすには。<laughs> うん。履きます?。私はその最近履かないかもしれないです、ね。あ、それもほとんどブラックジーンズなんで。んまあ、これブラックジーンズ。ジャブ。ジーンズじゃ。<laughs> <laughs> ジーンズでしたね。何だと思って履いてました。よく見たら履いてました。今日履いてました。もうその段階でだいぶね、なん <laughs> にも。 変わってないじゃんみたいな。青いやつがジーズだ <laughs> です。青いやつだけじゃないんですね。いやそうですよ。<あ>これもなジーン、ね、ですか、ね、ら。なんかあるんですかその。そうですね。なんかお年を重ねた時の顕著なこうデニムの見え方って割とこう股回りというか、うん、腰回りが結構年齢が出やすいんですよね。うん、で、あの男性のそうせ。ス <laughs> ノ <laughs> ちゃんめちゃ切れる。 で出やすいんですよね。目で <laughs> ねえねえもう見てたから<あ>腰回り、うん、腰周り出やすいんですよね。<laughs> 男性の癖で上げちゃう人結構いますね。すねうん、そうするとまあ変な話ですけどやっぱ前とかもちょっとなんかギュってなっちゃったり、うん、あのお尻とかも本当食い込んじゃってたりとか。うんうん でそれがもう後ろ後ろ姿を見てもあこの方年配だなってやっぱ思っちゃうんですよね。<laughs> うんうん、なのでやっぱり少し、まあ、下げるっていうとなんか変なんですけど、うん、まあいいバランスでいまそれめっち着付けだ。はいそうですそうです。そうです<ー>同じ服でも着付けの方法で全然変わってくるってこと、はい。そうなんです。だからその買った時も、うん、自分でひっそり試着室でじーっとしてるんじゃなくて、<laughs> うん、どうですか？って今これすごくかっこいいと思うんですけど、<laughs> うん、どうやって着たらいいんですか？ってやっぱりそこはこう。 気持ちを大きく持って、聞く。うんうん、で、今の子たちの方が、ささっとやってくださったりする。うん、すみません、なんか。すごいやりたいみたいな。仕事に参加。この人変えたいは上がってるもん、ね。上がってる。上がってる。死に出てるんですよ。私ね、だから。そうだね、上に、ただでさ、上がるんですけど。グ<ー>って、上に上げすぎなんだよ。 あとなんかそのちょっとなんかイチャモンみたいな、あのスリムなデニムを履くのもいいんですけれど、<あ>やっぱ足が細い。うん のがよくわかって綺麗だなとそれもすごいいいんですけど、うん、多分テーパードみたいなちょっとこう膝ぐらいまでゆとりがあって、うん、そこからタイトになる、うん、みたいなのって結構そのお年を重ねた時に綺麗なな形になりやすいんですいでねやっぱりその<ー>腰回りがゆとりが少し出るので、うん、なんかピタッとかギュッみたいな感じは避けられるプラスなんか今もこう若干こう上背が皆さん終わりで、うん、ギューってなんかこう足が細い方結構いらしたりするじゃないですか。うん、そこにここにううスリムだととやっっぱちょっとこう 逆算が過ぎるのでさっき言ってたじゃんオープニングでも言ってました<あ>上だけどんどんんど大きくくななっていそうなんですようん、うん、皆さんやっぱこうね美味しいもの食べて大きく、うん、おなか、はい、なっちゃったりでも足は割とそのままシューッとなっちゃったり、うん、あの細くなっちゃったりするのでそこにスリム持ってきちゃうとやっぱバランスがね上下のバランス結構厳しいので、うん、やっぱテーパードっていう形にされると。 より長くしていただく。大事、大事。今日は、テカテカ。テーパード。全部手から始まってる。サテンシルク。すごい、だから、その素材の方がね、合うんだから。テカテカのテーパードやめてください。別物ね。別物。それ、さすがに、それじゃないんじゃない、下鳥さん言ってたやつっていう。 でもそう考えたらどうですか、はい、島田さんなんかファッションのねその難しく捉えるんじゃなくて、うんうん、ちょっとしたなんか気づきでだいぶ変わっていくなっていう,うね霜鳥、うん、さんとお買い物行ったら楽しくれそうですん試,着試着すると毎回なんか一箇所は気に食わなくて買わなくなっちゃうんで、うん、もう最近は一か八かでしか買わないなギャンブルなし <laughs> で買ったらもう着ざるを得ないから着てるって感じです。 あれと合わせればいいだろうみたいな永遠に買えなくなっちゃうん、ね、で試着するとだからそういう島田さんみたいな人のためにも下取さんが一緒に行ってうん、うん、まあクローゼット見てもらって買うとかの方がいいですよね,すね、はいはい、やっぱりご自身の傾向あの買い癖がわかるのでうん、うん、あこういう風に買ってたんだと思うとまあそれが例えばあんまり良くない場合もあるんですよね、うん、なのでそこで私も拝見して、うん、じゃこういう感じにしていきましょうっていう風に結構こちらも理論的に言うので、うん、感覚じゃないので なんでそういうふうに言うと皆さんも確かにそうかもって、うん、それが名刺服になって数少なくて私いいと思うんですよね、うん、そんなに量いらないと思ってるのであのご自身が一番似合う上半身と一番似合うボトムスがあれば、うん、全然十分だと私は思っているのでそれを突き詰める時間ができれば欲しいなってでご自身じゃきつかったら一緒にやりましょうっていう感じで。うん、でも なんか例えばよくあるあるですけどその何かに行く合コンに行くための服を買いに行く服がないとかよく言うじゃないですかそういう時にやっぱりそ,のそれってもう何もないわけですねクロー中に適当な妥当なな妥ものが、うん、だからその妥当なものをまず1個はやっぱりセットしとこう例えば私もよく言うんですけど銀座にギリギリ行ける服は準備しておいてくださいとか。うんうん <laughs> なんとかいいけるっていう、うん、でもダウングレードをするのは楽なんですけど服ってアップグレードするのって結構しんどいので、うん、なのでちょっときれいめみたいなの持っとくと意外と下げられるんですけど、うん、あの全部カジュアルにしちゃうと上げにくいんですよね、うん、でお年を重ねるとそれが結構顕著になってきちゃって、うん、何着てもなんかモサッとするんですけどとか、うん、ってなってくるのでちょっと綺麗めなものをそうすると銀座に急に呼ばれても「もあいけるいける」 ってなるし、うん、でそこでまたお友達が広がるし、<ー>っていう感じで。なんかその、有効にやっぱりクローゼットに、あの必要なものをちゃんと持っていただく。そうね、でもそれやっぱり診断してもらわないと、なかなかわかんないですよね。そうですねこれいりますよ、これ今のあなたに必要、必要じゃないとか、っていうのを診断してもらうだけでも。はい 傾向が分かってて対策打てますもんね、はい、今<後>で,ねんでどんどんやっぱり、まあ、変な話ですけどうちのお客様も60代とか70代とかいらっしゃるんですけど、うん、そうすると体力とか気力とかもどこまで続くか正直わからない、うん、今のテンションのまま買い物に行けるとも限らないので、うん、やっぱり元気なうちにというと変なんですけどあの自分の名刺服は選んどいてほしいなってそか見つかっとかっないとね<ー>はい 今だからこれラジオを聞きながら自分の名刺服なんですかって聞かれてパッと出てこないってことは、そのなんかあった時にいざとなった時に動けないってことですよね。はい、もうなんか言い方悪いけど前ステでもいいのかなって。前ステです。えー、な名刺服が浮かばない人はもう一回再構築しましょう。ね、はい。でもそ,そうするとね全然違うと思うんですよね。やっぱり楽しいし、うん、予定も立てたくなるし。うん もちろん、そのね、一人で楽しんでる方もいらっしゃると思いますけど。なんか、こう、人生がいい方向に、好きな方向に行くのかなと思って、やっぱりリンクしてるかなと思います。服と。確かに。外出たくなるってなるだけでも、その、家にいる時間が変わってきますもんね。で、人と出会う時間が変わって、交流する時間変わって。ああ。そうなんです。いや、だから、一回やってもらったら、比較、ぜひ。立ち上げてはい、もちろんです。 そうなんだ,だってそこで名刺服決めちゃえば、うん、もう今日はすごいお仕事の時とかにそれを着ていただければね、うん、いいわけですか。でも「<ひ>ニュースクラブ」はすごい手抜いてるから名刺服で絶対来ない <laughs> <laughs> ネガティブブラックで、うん、来るから <laughs> <laughs> そっか。 おはさい,い。はい、えー、下鳥真ひ子さんがお書きになった本「うん、似合う服だけ着ていたい幸せを呼ぶ名刺服の見つけ方」文芸春秋から発売中です。はい。まあの似合わせテクも紹介されてますし、本の後半は春夏秋冬おしゃれな大人の年間スケジュールとして季節ごとの服選びのポイントだったり何を準備するべきかもお書きになっています。でさらに昨日発売の 週刊文春最新号に似合う服だけ着ていたいの書籍化を記念して、うん、春のクローゼット見直しの特集ページがありますいい処分する服を見極めるポイントはとかこの時期に買い足すならどんなアイテムなど、えー、クローゼットを見直して気持ちよく春を迎えるための内容となっています、うん、ぜひ週刊文春お手に取って読んでみてください,、うん、はい,いやすごいねなんかもう一回ファッションをダメ 楽しんでみようかなと思うような時間になりました。しいはい、ありがとうございます。ますでは最後にリクエスト曲いただいてお別れですが、はい、何にしましょうか。はい、ザブームさんの風になりたいです。 これ選んだ理由ははい私あの障害を持ってる方のスタイリングも実はしてましてうん、うん、でコンサートでみんなで最後にあの前回歌った歌なんですけど風にな,りたいな,、はい、なので今回また6月9日に障害を持つ方のコンサートあの渋谷でやりますので。 またその意味も込めて、うん、自分を鼓舞する意味も込めてこれにしましたはい。はい、では皆さんお聞きくださいパーソナルスタイリストの下取真希子さんでしたありがとうございましたありがとうございました東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはメールコーナー敦史の部活です今日のテーマこちらおしゃれのこだわりラジオネーム本日はお日柄もよくさん私のおしゃれのこだわりはスーツの上下の両端の腰 ポケットのフラップです。スーツの上着の両端の腰のポケットのフラップです。うん、フラップをップ、ね、屋内では出さない。屋外では出すのがおしゃれのこだわりです。あのポケットのポケットの蓋。<ー>蓋というかね。あれは雨の日出すって聞いたけどね。<laughs> あ、そうなんですか。裏面のな。 時に、こう、水が入ってこないように、って聞いています。あそういうことなんですか?。あ、でも、書いてあります、ね。フラップの機能を考えると、フラップはポケットの中に、埃や雨粒が入らないようにするために、ついています。うんうん、ですから、埃の少ない屋内では、フラップを出さない、のが、マナー。私のおしゃれのこだわりです。<laughs> へえ<ー>、知らなかった。あんまり。 出すだしま出すしまはそんなに気にしてなかった。<laughs> フラップっていうんですか。フラップっていう。フですよね。<laughs> それすら知って。言ってもなんかピンとこなかった。です <laughs> あそれかと思って。うん。俺ベルトループのことだと思ってた。ベルトループ。ベルトループのことかなって頭で思ったんだけど、うん、いや俺ベルトループって言ってるやん。<laughs> <laughs> 違う。<laughs> じゃあ違うじゃんね。<laughs> さあそしてこちらくまさんです。横浜の方。 えー、私は服のセンスがありません高校生までは母に買ってもらっていて問題がなかったのですが大学生になり自分で買うようになってあまりにもセンスが悪くて周りにバカにされてコンプレックスになってしまいました、えー、当時お付き合いしている彼女に話したら彼女の高校の同級生でハウスマヌカンがいて洋服店員さんですねハウスマヌカンがいて、うん、一緒に あって洋服選びを教えてもらいました対策はズバリマネキン買いだそうですお店のマネキンはおしゃれなスタッフがコーディネートしているので外れがないそうです上下セットで購入したらそのセットを崩してはいけないですそれ以来マネキン買いを続けています服のセンスがないと言われることはなくなり逆にセンスが良いと言われることもありますそんなわけで私のおしゃれのこだわりは マネキンいです。ええ危険じゃないマネキン街<ー>。<laughs> ええやりますよ。やりますか。やります。だって組み合わせほど絶対合ってるん、ねうん、絶対合ってお店が一番在庫処理したいやつあそこに乗っけてる。<laughs> えそうなんですか。押してるじ,じゃないですか。<laughs> いや押してるのもあるだろうけど在庫これ余ってるよね。これ。ね ここやってたらさ買っていく人いいでしょじゃないんだ俺が洋服屋さんだったらそうやってやるけどまあ混ぜてますからねそれが商売ってなもんでしょでもででももいいっていういいなって思う組み合わせをしてる悪いのは飾らないと思うけど在庫処理な感じでどうしてもするんだよねマネキンの服は結果似合えばねまあまあ好きだろね在庫が好きならねうた疑り深いな えー、足立区ラジオネームありえないエリア内さん四十三歳会社員の方ですおしゃれと言えるかわかりませんがなるべく文字の多いシャツは着ないようにしています、えー、というのもたまにテレビで知らずに着てる服の英語の和訳がトンチンカンなことがよくあるからです<ー>最近はインバウンドも多いので恥をかきたくありません、うんうん、なるほど。変なねその意味合いになったりとかしてるのがねフォント がいいからだけで選ぶと、やっぱそうだよね。<laughs> 確かにね。うん、俺はあんまり、なんかメッセージが強いのは。あ、でも。そんなことない。<laughs> 帽子がソーシャルミスフィットって書いてある、ね。メッセージ。メッセージ。うん、まあ、でも、確かに、よく、よくよく英語の意味合いを考えないとね。ね大変ですね。うん、横浜の浜寺さんです。おしゃれだなと思うのは、何気なく着こなしているスーツの。 裏地に凝っている人です。裏地とか下着とか見えないところに気を使うとおしゃれ度が高いなと思います。はあ、スーツの裏地、人の裏地見たことないな。うん見ます？見なかったんですけど、この前私初めてスーツオーダーで作ったんですよ。うん、メンズの形で、うん、あの密揃えのめちゃめちゃ裏地厳選しましたこ。こだわりました。<laughs> こだわりました。でも結局人の裏地見たことないけど <laughs> え。えどう,うどう,うこだわってどうなったんですか？ あでも結局なんかいい感じだなと思ったモデルさんが着てるやつにしましたけど <laughs> <laughs> 結局マネキン外観ばかりでまあでも俺もスーツ作ったんですよ、はい、最近あのオーダーでボタンから何から何までこう選択するのが久々だったから、うんあ,まあ確かにねこうこのなんか。 ボタンはこの色がいいとかってやってる時は楽しかったのね。うん、裏地は俺もハートの柄にしたんですけど、ね、派手ですねハートがいっぱい描いてるででも全然意外とできちゃったらそんなに思ったよりなんかこう派手なな感じになってな、ね、あそううんですね、うん、あれ見せたたいい今度着てこよハートの裏地のスーツねスーツでジーンズのスーツ。 ジーンズのスーツ。ジーンズのスーツ。ジ, <laughs> ジ,ジ,ジーンズのスーツなんです。ージーンズ知能。今度着てきます。さあ、あっ部活以上になります。今話題のニュースを法律の観点から島田弁護士が解説するコーナーです。では、そなちゃんニュースお願いします。受験生の聖地、落ちない石、壊した大学生に罰金刑。うんうん 崖っぷちから落ちそうなのに落ちないと評判になり受験生らが多く訪れていた高知市のごとごと石を動かなくしたとして関東の大学生6人が器物損壊の罪で略式起訴され高知簡易裁判所から罰金刑を命じられました高知地検によると大学生6人は石の底にのみなどの工具を突き立てたり丸太を挟み込んだりして石を固定させて動かなくしたということです なんか多いですよね。大学生のなんかこういう、なんか調子に。つるんで調子に乗るパターンですね。これ、どう、どうなんですか。こう。器物損壊罪を考えると、この石は住民にとっての所有物っていうことになるんですか。住民にとっての所有物にはならないですね。ななまあ。結構困ってしまうのは結局近隣住民の方だと思うんですけど、うん、えっと、この石。 の所有権という話になると、石が所在する土地の所有者のものになります。うん、なので、今回は、この石がある山林を所有している神社によって、刑事告訴がなされています。なるほど。これは石の固定って、はい、この損壊っていうところに当たるんですか。 そうですすね当たりますで損壊っていうのは文字通り壊すという意味だけでなくって広くそのものの効用を失わせる行為を含んでいます。うん で判例では、まあ、他人の土地を勝手に掘り起こしてあの畑に片に物を植える行為だったりとか、うん、あとかあ鍋に放尿するとかそういもともと使い方できなくなっちゃいますよねっていうものについても器物損壊罪を成立させています、うん、で今回、まあ、もしもこれがごとごと医師に通常チャレンジしてその人がまあ怪力で本当に落としてしまったとか、うん、動かなくしてしまったっていうのであれば器、まあ、物損壊の行為もありませんし当然、罪に問われるっていうことはないでしょうけれども。うん 今回はまあ石をこう揺らしても頑張っても落ちなかったのでわざわざなんか道具を買いに行って飲みとかジャッキとかまで用意して動かない状態にしてで、えー、とこの土地の信仰、まあの対象だったりとか大事な開資源だったことこと動くのに落ちないよっていう石の効用を失わせてしまっているのでるまあ損壊の事実が認められたんだと思います。で今回のの学生らは1人,1人20万円ずつです、ね、罰金の命令を受けている損 そうなんですがまあただ近隣住民がこうむる精神的経済的痛みは全然及ばないかないやだってそ行かなくなるでしょせっかく今まで観光資源として使われてたのに、うん、それが大損害ですよね大損害ですよねうんちょっと増えてるよね、うん、大学生の 集団で調子乗るニュースねこの前もなんか旅館胴上げして旅館の天井を壊しましたんだよね、うん、ニュースもありましたしね、うん、さあこのコーナー取り上げてほしいニュースを募集中です以上今週のニュースもう一本でした田村敦氏のニュースクラブそろそろお別れの時間となりました来週は週刊文春ウーマン編集長の伊崎彩さんとスニーカーショップアトモ創設者の本名秀文さんをお迎えしてブームのからくりがあらゆる商売に 応用できるスニーカー学というテーマでお話を伺いたいと思います。はい。ではツイッターあツイッターね。はいあ。テカンテカな感じを生かすってきてるよ。<laughs> 自分でもそう思ったんじゃない。<laughs> はい、下条さんパワフルな方、可愛がられる方ね。仕事するために大切な要素、うん、大石さんからいただいております。はい、ありがとうございます。でちょっとお手紙をいただきました。うん、ご紹介したいと思うんですが、えー、埼玉県に。 お住まいの方からです。2>, うんうん、2月3日の放送内においてメールを読まれ、プレゼント現金6000円をいただいたものです。<お>あのサイコロを振ってん、ね、サイコロですね。うん、えー、メールでは JR 東日本旅せよ平日で埼玉から青森間を1万円で旅したいということでしたが、うん、実際は埼玉から村上 新潟県の村上を3月8日金曜日に旅してきました,た当日早朝埼玉は降雪となりましたがおかげさまで目的地は晴天で思い出深い旅を 過ごすことができました嬉しいね、えー、そういうお便りが届くのは、ね、つまらないものですがお土産を買ってきましたので同歩いたしますということでこの柿チョコですね <laughs> 新潟の,新潟のそっか柿チョコの柿の種が有名だからね,ですねホワイト柿チョコじゃちょっといただこうかね <laughs> うん美味、うん、<laughs> しい <laughs> うまい、なんだろう、これ。<laughs> ホワイトチョコ。ホワイトチョコ。ホワイトチョコ。めちゃめちゃ合うよ、柿の種と、はいあ。あ、フランチチョコみたいな、うん。うん、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 ういろんな柿の種送ってくれた。んだねあ、いちご。ね。あの、埼玉の。方とご紹介しましたけど。えー、米印で書いてありまして。うん、家族には仕事と偽って旅をしましたので。公害現金でお願いしますと。<laughs> ペンね、こん、出ない。そうなのね。うん、まあ、大事だよね。秘密を守る。あの、パーソナリティ。リスナーの秘密を守る。ラジオ番組だから。こんなに、でも、ちゃんとお土産買ってきてくれるのは、本当、嬉しいよね。まあ、お土産も嬉しいけど、なんか、お、お便りが嬉しい。で、お便りも、お便りよりも、無事に帰って。 旅から帰ってきたってことが嬉しいよ。何よりも <laughs> お便りでいいんじゃないですか。お便りで止めておいて、別に良かったと思いますけどいや、もちろんね。無事で何より旅行から無事で帰ってきたっていうことが何よりも嬉しい。では、田村淳のニュースクラブ、<laughs> また来週です。さよなら、逃げるように言われました。<laughs>